たとえ体に当たっていても避けられるボールに意図的にぶつかりに行ってしまうプレーはデッドボールとみなされません。しかしプロの世界であっても何が何でも出塁をしたいという思いがそうさせているのか、自ら肘を出して四球をつかみ取ろうとした選手が過去には何人もいました。今回は避けられたのにもかかわらず肘を出し四球となった選手たちを紹介します。大型ショートとして2015年ドラフト2位でヤクルトに入団した廣岡大志、2019年には初の2桁ホームランをマークするなどショートやサードのレギュラーとして期待されます。続く2020年も87試合に出場して8ホームランを放ちましたが、2021年3月に田口和人との大型トレードで巨人へ移籍をしました。巨人ではレギュラー定着こそできてはいませんが、内外野どこでも守ることのできる貴重な存在としてチームに貢献しています。廣岡が肘出し四球をしたのは2022年4月10日古巣ヤクルトとの一戦でした。ヤクルトの投手は高橋奎二、最速155キロのストレートを力強く投げ込む左の本格派です。初球インコースにストレートが来ると、廣岡は左肘をボールに向けて近づけるような怪しい動きを見せました。しかしこれはストライク。しかしそれだけでは終わらず、2球目も再びインコースにストレートが来ると、全く避ける素振りを見せるどころか、やや肘を突き出すような仕草を見せ、ボールは廣岡の肘をかすめデッドボールとなったのでした。これに納得がいかないのはヤクルトバッテリーです。高橋は審判に肘を出して当たりに行ったというようなジェスチャーを見せ、キャッチャーも強くアピールしましたが、判定は覆らず廣岡は出塁を果たしたのでした。これにはネット掲示板も肘岡などと反応し、廣岡のプレーを揶揄する声も見られました。実はこれには前科があったのです。2022年3月の巨人対中日戦でした。ピッチャー大野が投げ込んだインコースのボールにも同じように廣岡は肘出し、ボールは完全に体に当たりましたが、大野の抗議もあり結果はただのボール。あまりに露骨なプレーに審判もデッドボールを認めなかったのです。しかしヤクルト戦での一件は肘出し四球が成功した形になりました。巨人のキャッチャー小林誠司は2013年のドラフト1位入団、強肩を武器に2016年には129試合でマスクをかぶり、ポスト阿部慎之助として正捕手となりました。さらに2017年にはキャッチャーとして137試合に出場、リーグトップの盗塁阻止率をマークし、ゴールデングラブ賞にも輝きました。さらにこの年はオールスターゲームへの出場や菅野智之とともに最優秀バッテリー賞にも輝くなど充実の1年となりました。しかし小林のウィークポイントは打撃面。この2年間はなんとか打率2割を確保するのがやっと。そして近年はさらに打撃成績が落ち込み、2020年と2021年は1割を割ってしまうほどでした。新たな戦力の台頭もあり、出場試合数が減少傾向にあります。そんな小林は自らのウィークポイントを肘でカバーしようとしたのか、1試合に2度も肘出し四球を試みたゲームがありました。横浜戦5点ビハインドの場面でチャンスで打席が回ってくると、横浜久保の内角球に肘出し、ボールは体に当たりましたが、バレバレの肘出しでプロの審判を欺けるわけもなく、あっけなくボール判定となってしまいます。しかしこれでめげないのが小林。9回に同点のチャンスで打席に入ると、横浜の助っ人左腕外のインコースのストレートに肘出し、1回目ほど露骨なプレーではありませんでしたが、少なくとも避けようとする動きは全くありませんでした。しかし結果はデッドボール。横浜バッテリーは納得がいかず抗議をしますが、判定は変わりません。さらに横浜の中畑清監督も審判に駆け寄り、強い口調で猛抗議をしますが、これまた判定はそのままで、小林は涼しい顔で一塁に到達したのでした。横浜サイドとしては後味の悪いゲームになったに違いありません。2013年のドラフトで指名されて横浜に入団した峯井弘樹、貴重なパンチ力のあるキャッチャーとして活躍し、9年間で500試合近くに出場しました。
2022年オフには FA 宣言をし、ソフトバンクへの移籍が決定。移籍先は甲斐という正捕手がいる環境ではありますが、お互い競争し合い能力を高め合うことが期待されています。そんな峰井が疑惑のプレーを見せたのは広島戦の出来事でした。ノーアウト満塁の大チャンスで打席を迎えた峰井でしたが、広島のスーパースケット投手のジョンソンに簡単に2球で追い込まれてしまいます。ビハインドの横浜としてはノーアウト満塁の先頭バッターで得点を奪えないことだけはどうしても避けたいところ。峰井にもそんな思いが強くあったのかもしれません。3球目に投じられたインコースやや低めのボールに峰井は縮こまるような姿勢を見せ、貫禄の肘出し。当たったのは間違いないのでデッドボールの判定を受けますが、ピッチャーのジョンソンも首を振り納得がいかない様子でした。それ以上に激怒したのは広島の尾形監督。ベンチを飛び出し大きな声を上げアピールをします。それに応じた審判団はマウンド付近で協議を始めます。その結果、峰井は打席に戻されたのです。故意に当たりに行ったと判定され、デッドボールは取り消されたのでした。 JR 西日本から2015年のドラフト10位でオリックスに入団した杉本裕太郎。長距離砲として期待されましたが、確実性のなさが目立つなど、なかなか一軍の戦力になることはできませんでした。それでも2020年には自己最多の41試合34安打の成績を残します。一気に飛躍したのは2021年でした。シーズンの途中から4番に定着し、ホームランを量産。シーズン32本塁打でいきなりホームラン王のタイトルを獲得したのです。漫画北斗の拳の登場人物ラオウのファンであり、ホームランを放つと右拳を突き上げる昇天ポーズも定着しました。そんな遅咲きのホームラン王杉本が肘出し四球を見せたのは日本ハム戦での出来事。ピッチャー上沢の変化球がインコースへ抜けると、杉本は避けずに肘をぐいっとホーム寄りに近づけます。すぐさま四球が宣告されますが、スポーツマンシップに欠ける行為にネット上ではセコすぎて草、上沢もドン引きしてて草などと杉本のプレーを疑問視するコメントが並びました。イ・ヨンギは韓国球界屈指の安打製造機として知られ、毎年のように3割前後の打率をマークしています。2006年には154本のヒットで最多安打に輝き、さらに2012年には盗塁王のタイトルも獲得するなど実績を積み重ねています。韓国の青木のリチカとも呼ばれるイ・ヨンギュが肘出しプレーを見せたのは2015年のプレミア12という国際大会の場でした。9回の表、チャンスで打席を迎えたイ・ヨンギュに対し、日本のピッチャーは楽天のエース則本。内角の厳しいコースにボールが行きましたが、イ・ヨンギュはそれを避けずに肘を動かすような動きを見せました。一見当たっていないようにも見えましたが、肘にかすったことをアピールして球審もそれを認めます。逆転のランナーとなる貴重な肘出し四球となり、その後韓国は逆転勝利を収めたのです。2007年のドラフトでオリックスに入団した伊藤光。高卒キャッチャーとしての入団ながら、4年目の2011年には66試合に出場するなど実力の片鱗を見せました。2013年には137試合に出場して打率2割8分5厘という成績を残し、打てるキャッチャーとして一躍オリックスの正捕手に定着しました。続く2014年もキャッチャーとしては大変優秀な2割5分7厘という打率を残し、さらに守備面も評価され、ベストナインとゴールデングラブ賞をダブル受賞。パリーグを代表するキャッチャーにまで成長したのです。そんな打てるキャッチャーでありながら肘出しをしてしまったプレーは西武戦でした。西武のエース岸の代名詞ともいえる緩いカーブが内角高めにやや抜けます。そのまま見逃せばただのボール球という一球でしたが、伊藤は左肘を不自然に動かしボールに当たりに行きます。しかし岸のカーブが想像以上に遅かったのか、うまく合わすことができずに空肘、肘出し四球が失敗に終わったこのプレーにはネット掲示板でもあからさますぎて草、小林以上に露骨で草などと
巨人小林を引き合いに出されるほどの露骨なプレーに多くのコメントが寄せられました。マイケル・コンフォルトはメジャーでも強打の外野手として知られ、2019年には33本のホームランを放つ活躍を見せました。シーズン27本塁打を記録した2017年にはオールスターゲームにも選出されるなど、メジャーを代表する外野手の一人として知られています。そんな強打者であるコンフォルトも肘出し四球をしてバッシングを浴びたことがありました。問題の場面は同点の9回裏ワンアウト満塁、内角のボールに見逃し三振かと思われましたが、判定はデッドボール。スロー映像を見ると確かにボールはコンフォルトの肘に当たっているように見えますが、避けずに故意に当たろうとしているようにも見えるプレーでした。このプレーに対しファンは過去最悪の判定だ、恥ずべき行為などと否定的なコメントを多数投稿。アメリカのスポーツ専門サイトもメッツが議論を呼ぶサヨナラ四球で本拠地開幕戦を勝利などと報じ、コンフォルトのプレーと審判の判定を疑問視しました。さらに試合後には球審が判定ミスを認めるという事態にまで発展し、リトルリーグでも最も基本的なルールを破ることであり、決してやってはいけないことだとコンフォルトを強く批判したのでした。2022年のワールドシリーズという大舞台でも肘出しプレーが発生してしまいました。問題のプレーはワールドシリーズの第1戦、1点差の10回2アウト1・2塁、同点のチャンスでありながら後がない場面に代打で登場したのはアストロズのアレドミス・ディアス。長打力のあるショートとして2018年にはシーズン18本塁打を記録したキューバ出身の選手です。3球目スライダーがすっぽ抜けて内角へのボール球となりますが、全く避けようとせずにむしろ左の肘を出すような動きを見せたのです。ボールは完全に肘のレガースに当たり、デッドボールを確信したディアスは勢いよく一塁へ走り出そうとしますが、故意に当たりに行ったと判断した球審にすぐさま止められました。ディアスは納得のいかない様子でしたが、当然プレーは続行。結局サードゴロに倒れてゲームセット。ファンからは球審が正しい、このチームはいつもズルをするなどと様々な意見が寄せられました。いかがでしたでしょうか。何が何でも出塁をしたいという気持ちはよくわかりますが、わざと当たりに行く行為はスポーツマンシップに欠けますし、見ていてあまり気持ちの良いものではありませんよね。今後も野球に関する動画を投稿していきますので、ぜひ高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。